それでは関谷記念に出走する三重のサクシードの高橋翔平です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ここのまでは、まあ全然あるというあと1本とこまで行ってますよね。まあ、よく頑張ってますね。で、そうなんですけど、まあちょっとこう、今までのイメージと違って、まあ番号を乗ってくるというか。そうですね、精神的にも強くなってきたんで、結構外回るレースが多かったんですけど、はい、道をついてて、それでも競馬できたのは、良かったです。ちょっとこう、やっぱりそうなってくるとレースの選択肢というか戦術にもちょっとこうね、いろいろと組み立てられそうですね。そうですね、新潟も結構上がりが早いんで、後ろからだけじゃちょっとね、間に合わないケースもあるんで、まあ、いろいろできるようになってきたのは良かったですね。まあ、なんとか先生としてもタイトル一つ取らせてあげたいでございます。うん、まあそうですね、まあ、勝てる力は持ってると思うので、うまくいってほしいですけどね。まあ、夏は牝馬っていうこともよくこう競馬の格言で聞きますけれども、やっぱり三重のサクシードも例に漏れず、今具合はいいですか？そうですね、まあ、この年になってからね、結構こう馬もしっかりしてきて、よくなってきたのもあるんですけど、まあ、暑さにも負けず、元気にやってますので、まあ、夏は大丈夫かなと思いますよ。ちょっとらしいですよ。顔撫でたらめっちゃ怒るで。顔撫でたら怒る。あ、お前めっちゃ絞ってる。お、ほんまやだ。これは何ですか？言い嫌いなんですか？顔撫でたら。警戒する。ほんまや。さっきまでこっちずっと向いてる時は耳正面に立ってましたので、ね、それも僕らでも先生と一緒なんですか？僕のこと嫌いじゃないか。先生のこといつも きつい調教化しやがって言うと。まあでもそれもこれも馬のためですから、ね、はい。さあ、それでは最後に抱負をお聞かせください。そうですね、本当馬もこの夏も暑さに負けず元気にやってますので、なんとか受賞タイトル取れるように頑張りますので応援お願いします。三重のサクシードの高橋先生でした。ありがとうございます。